皆さんこんにちは、ヒットパウジャパンです。ついに iPhone 14が発売されましたね。これを機会に iPhone に乗り換えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかしお使いの Windows パソコンに写真を移動した際、このようなエラーが表示され画像を読み込めないことがあります。今日はそんな問題を解消する3つの方法をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。 HEIC や HEVC は Apple 独自の保存形式です。HEIC は写真、HEVC は動画の保存形式です。この保存形式では、ファイルサイズを大幅に縮小できるため、iPhone 7以降、つまり iOS 11以降の OS を搭載する機種では、この2つのフォーマットが採用されています。しかし、現在 Windows ではこの形式はサポートされておらず、画像を開いてもこのようにエラーが表示され、画像を読み込むことができません。それでは解決方法をご紹介します。方法1。デフォルトの形式を設定する。 iPhone の設定からファイルの保存形式を選択することができます。設定からカメラフォーマットを選択します。カメラ撮影を高効率から互換性優先に変更すると、これから iPhone で撮影する際の保存形式は HEIC ファイルの代わりに JPEG または H.264 を使用するようになります。しかし、すでに多くの写真を HEIC 形式で保存している場合は、次の方法を試してください。方法2、自動的に HEIC を JPEG に変換する。もう一度設定を開き、写真を選択します。下にスクロールして、Mac または PC に転送で自動選択します。このオプションを選ぶことで、パソコンへデータを転送する際、自動で HEIC ファイルを JPEG に変換するようになります。JPEG 以外、例えば PNG や WebP などの保存形式に変換したい場合は、次の方法を試してみてください。方法3、ヒットパウビデオコンバーターを使う。結局のところ、専門的な変換ソフトを使えば問題のほとんどを解決することができます。ヒットパウビデオコンバーターはおすすめの変換ソフトです。iPhone の動画や画像をそのままの保存形式でパソコンに取り込み、インポートします。JPEG や PNG、WebP など変換したい保存形式を選択し、一括変換をクリックします。あっという間にすべてのファイルが JPEG 形式に変換されました。さて、今回は iPhone の動画や写真を Windows パソコンで読み込めない時の原因と対処法をご紹介しました。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。ご視聴ありがとうございました。